憲法9条を生かす道、平和憲法の現実性。さて、いろいろの角度から憲法9条をめぐる諸問題を検討してきたが、ここで総括に移ることにしよう。まずはじめに、前章までの一つの結論として、非武装平和方式の優位性を再確認しておかなければならない。すなわち前述したような、非武装の平和方式は、軍事的防衛と比較して少なくとも次のようなメリットを有する。第一に、それは仮想敵国を作らないから、原則的にはどこの国をも刺激せず、前輪友好を通じて、紛争の原因を解決していくことができる。第二に、この方式によって日本は、アジア地域に安定空間を広げ、ひいては世界の非核化と軍縮への道を実現していく足がかりをも作りうるだろう。で、第三に、非武装方式は、軍事費という巨大な不生産的費用を不要にし、その分だけ平和教育や国際交流などの積極的な文化施策に投じることにより、平和の拡大再生産を可能にする。で、第4に、同じ理由で軍事費よりも国民の福祉、教育に力を注ぐことによって、豊かな民主社会を建設すれば、いわゆる間接侵略などを憂慮する必要はなくなるであろう。第五に、軍国主義化から生ずるあらゆるマイナス、軍人による盲目的な文化の抑圧、自由人権の蹂躙、三軍結合体の形成、軍事クーデターの危険等が消滅し、真に文化国家の名に値する国家の形成が可能となる。第六に、非武装中立を取ることによって、侵略の可能性を著しく減少できよう。最悪の場合においても、核戦争への巻き込まれを防ぎ、民族としての壊滅を避けることができる。で、これらの絶大なプラス面を実現させれば、日本は国際的にも信頼と尊敬を集め、それによってさらに、より高い意味での安全を保障することになろう。多くの諸国民から信頼と尊敬を勝ち得た平和な文化国家に無謀な軍事侵略を企てるような国はないだろうからである。軍備競争による人類滅亡の危機を憂えて、狂った猿を表したセント・ジュエルジが、次のように言ったのは、こうした書店から見て誠に的確な指摘である。すなわち、政策遂行の手段としての戦争を否定し、軍隊を保持しない日本は、もし一国の安全ということがあるとすれば、全世界で最も安全な国です。で、日本を危険にさらす者は、無軍備よりはむしろ、在日アメリカ軍基地です。日本を攻撃目標に変えてしまうからです。と。したがって残る問題は、これらの方式の有効性に対する不安、言い換えれば、非武装方式で大丈夫だろうかという安心感の問題と、現に安保体制を維持し、
海藻戦線に日本を引き込もうとするアメリカ、およびそれに呼応する日本の支配的勢力の現実政策による理想の押しのけである。で、この前者、すなわち安心感の問題は、どの防衛方式をとっても免れないものであり、また実験によって確証できる問題でもない。ただ相対的比較の観点からすれば、その答え、つまり非武装平和主義の方式が勝ることは、これまでに見てきたところからほぼ決定的に出されていると思う。特に核戦争の危険性が増大する一方の今日、その防止あるいは少なくとも、回避の唯一の道というべき平和主義の有効性はますます明らかになっていくに違いない。したがって残された最大の問題は、憲法の理想を押しのけて現にまかり通っている日米安保体制とその下での日本の軍事装置及びそれを支えている力関係をどのように変えうるかという点にある。憲法9条の理念がいかに正しくても、これらの現実がどうしようもない不可変の宿命だとしたら、理想を追求する余地も意味もなくなるからである。で、結論から先に言えば、日米安保体制もその中核をなす軍事装置、在日米軍と自衛隊も、もちろん人間の作り出した組織と戦闘用具であって、どう変えることもできない宿命ではない。アメリカ軍もその相手方であるソ連軍も、圧倒的な破壊力を持つ怪物的な組織になり、それぞれの国内で政策を動かす力を持っているけれども、所詮それらは、戦争のための暴力装置であり、世界の運命は明るい方向に動かす能力を欠くものである。米ソいずれの軍事組織にも、人類の破滅に導く戦争を許してはならない以上、人類の名で双方を抑止し、縮減していかなければならぬし、またそれは決して不可能ではないはずである。同じように日本においても、自衛隊は第5、6章で見た通り、本来ネガティブな性格と危険性を持つものであり、憲法の理念からすれば存在してはならない軍事力である。単なる文民統制にとどまらず、本格的に国民の統制下において軍事組織たる性格を変えていかねばならない存在である。そして自衛隊のそうした質的転換は、国民の大多数が要望しさえすれば、原理上いつでも可能である。で、これと不可分の関係にある日米安保条約も、形式上はもっと明瞭に1年前の予告で終了させることができるのである。で、問題は無論現実に果たして、またどのように安保と自衛隊の現状を解体もしくは変更できるかである。で、その具体的な方法論は、政治の領域の問題、主としてはそうした思考を持つ政党の課題であるから、ここでは一般的な基本線だけを考えておくことにする。で、日本から軍事力を撤去させるのには、少なくとも3つの要件を必要とするだろう。第一には、前章で提示したような諸政策を進めること、特に国際緊張の元となる軍事力の縮小に成功しなければならない。で、第二に、改革の方向はあくまでも平和的手段によるが、特に自衛隊の改編は仮に将来、その可能性が出てきた時にも段階を踏んで徐々に行うべきであって、拙速による混乱や摩擦を生じないよう慎重な配慮を必要とする。で、第三に、こうした現状の重大な変革には、大多数の国民の積極的なコンセンサスがなければならない。
これらについて若干の補足を加えれば、次の通りである。まず、日米安保の現状の変更は、ソ連に対する場合、例えば北方領土の問題の解決と同じように、対米関係においても力によって成し得ることではなく、改革はすべて平和的に行われなくてはならない。大祖戦線を構築するアメリカは、安保の解消を日本の離脱と見るだろうから、その同意を得ることは無論容易にはできないだろう。それには単に辛抱強い対米交渉を続けるにとどまらず、米ソ間のイデオロギー的対立の寛解と、双方の軍備競争の停止という緊張緩和の政策を成功させる必要がある。というまでもなく、これは非常な難事業であって、現状から見れば日本単独ではとてもできそうに思われない。しかし反面でそれは決して不可能事ではなく、核戦争の脅威下に置かれている西ドイツ、イギリスはじめヨーロッパ諸国民が等しく熱望している共通の目標である。いや、熱核戦争の結果を予測できるすべての国々の人民は、緊張緩和を超えてより永久的な平和を確立することに積極的な同意を与えるであろう。日本の憲法9条に沿う平和政策は、潜在的には世界中の大多数の人民の支持を受けるだけの客観的意味を十分に持っているからである。日米安保を時がたい宿命のように考え、それからの自立を断念したり、あるいは進んで強大なボスに媚びを売るようでは、日本の自主性はいつまでたっても得られないであろう。どんなに難事であっても、日本の安全と民族の自立のためには、安保の解消を目指していかなければならない。現状変更の困難は、強大な武装集団となった自衛隊についても非常に大きい。何よりも前提となる国民の世論自体が、自衛隊の是認に傾いている以上、先に提示したような改変は、差し当たりは夢物語のように見える。しかし、前述した通り、国民の世論の動向は、煽られた不安や、大祖恐怖感を背景に、自衛隊を一種の多少は役に立つかもしれない保険として、十分な検討もなく認めるというもので、積極的な同意とは言えない。もしも国民が核戦争、その他前哨まで考察してきた様々な問題を本気で具体的に掘り下げるようになれば、世論が平和主義の側に向かって変動する可能性はこれから十分にあり得る。ただその場合でも自衛隊の根本的な改変は多くの抵抗が予想され、最悪の事態としてはクーデターの可能性も考えられるから、一般国民の圧倒的世論の他に、自衛隊員自体の大幅なコンセンサスも必要である。そういう前提条件を得るまでの動程は、かなりの時間がかかるだろうし、種々の衝突や妨害も覚悟しなければならない。しかし、平和主義の道を切り開こうとする多数の国民がいれば、それは達成し得る現実の目標である。何よりも日本の国民がこうした目標を追求し続けることこそが転落や破滅への道から脱出する唯一の希望の手がかりなのである。終わりにもう一度序章で触れた人類の問題に立ち返って、現代の国家というものを考えてみよう。近代から20世紀前半まで、国の防衛と治安は国家の最もな基本的な任務であった。そしてまた国防問題の主な判断基準はこれまで国家利誘あるいは国家利益に置かれていたし、今でもそれに変わりはない。しかし核の破壊力をはじめ交通通信の技術の発達、
国家間の依存度の深まり、人口の増大等々を思い合わせると、それに地球大の問題が続出してきている今日、一国の国家理由だけで安全保障を考えるのでは、袋小路にはまり込むようになっている。核兵器によるオーバーキルの能力だけ取ってみても、人類の生き残りのためには少なくともその完全なコントロール、さらには全面撤廃を達成させないことには、もはや真の安全は望み得なくなっているのである。のみならず今日の人類は第一章で述べた通り、核のほか環境汚染及び食料資源などの基本的な生存条件について、次第に困難な局面に追い詰められてきている。で、それらの諸問題はいずれも戦争手段をもって根本的に解決できるものではない。むしろ汚染の増大、資源の浪費などの点で、戦争はもちろんそのための準備も、人類共存の前提を自ら打ち壊し、仮に核による消滅に至らなくても、事態を悪化させることは間違いない。戦争はこういう意味でも、少し長い目で見れば、どこの国にもペイしないだけではなく、とりわけ人類全体にとっては確実にマイナスでしかないものとなってしまった。真に危機を迎えているのは今や個々の国よりは、宇宙船地球号そのものなのである。で、そんなことはよくわかっている。しかし敵に負けるわけにはいかないから、何としてでも国を守るために戦争の準備は必要だと、各国の軍事関係者あるいは兵器生産者や多くの現実政治家たちは叫び続けている。ナショナリズムが依然として支配する今日、そういう声を発する理由はそれなりに十分理解はできる。特に例えばアラブ対イスラエルのようにこじれ果てた利害対立の渦巻くところではいきなりパワーポリティクスを捨てろと言っても当事者たちの耳に素直に入りはしないだろう。米ソのような超軍事大国になると軍及び産業構造が国の政策を決定するほど巨大な支配力を持っているから双方に全面軍縮を説いても聞き入れられそうもない。で、このような状態だから、在来の国家を中心に考える限り、実際問題として力の政策を根本的に変えさせることは、どこでも不可能に近い状態にある。人類の視点から見れば、戦争はもはやどんな意味ででも、政治の延長として考えられてはいけない時代になっているにもかかわらず、閉じた国家のレベルでは、軍事政策は依然リアルなものとして通用しているからである。しかしこの状態は地上における人類の共存を、いや生き残りさえを考慮する限り、やはり根本的に変革されなければならない。人類は今こそ人間の能力やエネルギーを、公害や資源問題等の解決のために創造的に用いるべきであり、その反対に愚かしい破壊と凶悪な殺人のために浪費することをやめなければならない。で、これはおよそ理性的に考える限り万国に通用する基本の政策たりうるだろう。現実には各国のもっと詰めて言うと政治権力者たちの国家理由がこういう人類の声を防ぎ止めているに過ぎない。特に米ソのような超軍事国家はまさにその強大さのゆえに世界理性を傲慢に度外視して全人類を巻き添えにする大戦争犯罪を起こしかねない状態にある。そうした大国の国家理由を抑え込み、方向転換をさせるためにも、国家というシステムと、その観念を変えることが必要である。幸いにして日本の憲法は、人類の理性の選択に沿った平和条項を大いなる敗戦の所賛として
持つことができた。各国が同じような決断によって、旧来の主権観念を大幅に変更しさえすれば、恒久平和への道は近きにありということができる。こうした優れた人類の英知の結晶たる第九条を度外視して、卑俗な、しかも極めて危険な再軍備への道を突っ走ることは、なんと愚劣で探検的な後戻りであるだろうか。日本はまさに、現状とは反対に、ここで政策を大転換させて、第九条制定時に当時の指導者たちが叫んだ言葉通り、世界に先駆けて、無軍備になり、各民族が自主自由を享受し得る世界システムの創造に全力を尽くすべきではないだろうか。大国の核の傘を当てにして、大祖防衛などという歪小な国家理由を掲げて危なっかしい軍事冒険を考えるよりは、はるかに壮大でやりがいのある国家目的のために、日本民族のエネルギーを傾けてはどうだろうか。繰り返し述べた通り、この大道を進む方が、日本の国民にとっても、おそらく今の道よりもずっと安全であり、未来もまた大きく開けているはずである。後書き。憲法9条について、その成立の歴史、規範的意味の解釈、これを空洞化してきた政治の現実過程、それをめぐる国際、国内の力関係、さらにその理念を生かす政策問題など、総合的な考察を十分に行うとすれば、多分2、3巻の分厚い本になるでしょう。新書版1冊にこれをまとめることは、無謀とも言える難しい仕事です。それを十分承知の上で、こうした基本問題の全体に触れる試みを、あえてこの小著でしてみようと思いました。今日の第9条をめぐる論議は、ともすれば視野の狭い目前の国防論に引きずられて、根本の理念や方向が見失われがちになっているからです。言うまでもなく限られた紙面の中では、十分に資料を挙げることも複雑に絡み合った、さまざまな問題を詳しく論じ尽くすこともできません。いくつかの部分では集めた資料も予定していた注釈も割愛しまして、ごく簡単に述べるにとどめるほかありませんでした。もともと私はあと何年かもかけて、憲法9条の総合的研究という名に値するような本を書いてみたいと考えていました。その気持ちは今も変わってはいませんから、詳細な本格的作業は将来に任せることにいたします。ただ、この小著をまとめて今世に送り出すようになったのは、主として世界や日本の客観情勢のせいと言ってもよいでしょう。本書でも述べておいたように、今日の世界は核戦争の危機にさらされていますし、日本はといえば、自立と平和のために独自の政策を最も必要とする情勢の中で、逆に日米安保の網に自ら進んでがんじがらめになりつつあるという状態です。我が国は今、欺瞞的な現実主義の旗印の下で、国としての自立も安全も放棄して、壊滅への道をひた走っているのではないかという危惧の念を禁じ得ません。そういう体制を変えうる可能性は、年ごとに狭まっていきつつあります。この象徴がどれだけ役に立つかはわかりませんが、崩れようとする平和憲法の堤防に一つの土のうを積み上げる思いで、本書を世に送り出すことにした次第です。文字通りの象徴ですが、
これを作るのには多くの方々の励ましや協力がありました。1982年5月3日、小林直樹。